ございます。10月10日、朝7時半ぐらい、お遍路10日目出発です。今日はお世話になった生見海岸の民宿道しおを出まして、民宿徳松の方まで約20キロ歩きます。ちょっと台風が来てるので、徳松まで20キロなんですけど、もうちょっと先の方まで歩いて、歩けるところまで歩いて、それでバスで引き返してきて、で民宿に泊まって、明日またバスで乗ったところまで行って、そこから続きを歩きたいと思います。ちょっとできるだけ早く先に行きたいので、はい、いやお寺がないとなかなかあれですけど、あれってなんだって話ですけど、今日も張り切って行ってきます。あ、おはようございます。
こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。